政権を主張していたた地域高元年と入った中華帝国の十分効果。中華帝国は中華民国の政治家、遠征外による、帝政復活のクワ立てによって樹立され、1915年末から1916年、初めまで続いた、短命政権。このクワ立ては結局失敗したが、革命運動の進行は長年にわたって遅れ、中国は拡挙した軍閥の、 各地方勢力に分裂した。1915年に、遠征外は、側近の洋宅に、皇帝即位運動をさせ、帝政を復活させた。翌1916年より年号を、皇帝と定め、国号を、中華帝国に改めた。こうした、遠征外の行動は、自らの野望を果たすためという面もあった。しかし、帝政反対のデモによって、 皇帝退位を余儀なくされ、その翌年、園生外は、失意のうちに死去した。第二代中華民国臨時大総統就任後、園生外は、自身の権力を強化、確保するために、様々な手段を講じて、反対指導者を免職し、日本の他列強と結んだ。1915年8月頃、園は、陽ー倉に、帝政復活の指示を頼んで回るように命じた。 12月11日、参政院が万丈一致で縁を皇帝に衰退すると、縁は儀礼的に拒否したが、参政院がその日再び請願書を提出すると、縁は態度を軟化して、すぐに同意した。12月12日、縁は、この縁国帝の助けを借り、共和制を廃止して、帝政を復活させ、中華帝国大皇帝となり、年号を貢献とした。 公権帝制しかし、縁は即位式を正式には行わなかった。直後、縁は買収できると思われたものの他謹慎に借位を与え始めた。その頃、至近所に住んでいた愛心かくらは縁の即位に賛同し、縁の娘と不義との結婚を申し込みさえした。公権帝時代の縁制外1916年は民国5年ではなく公権元年とされた。 しかし、縁の定位就任は、革命家にだけでなく、軍部の指示に依存しない独裁的支配を縁に許して、しまうだろうと思っていた部下の軍司令官にも、反対されていた。縁の定位就任後、全雲南都督西津粒、雲南都督等次領らによる反乱が、雲南省で、全厚生都督李列人氏による反乱が、厚生省で始まると、 各省は次々に反乱を起こし、反乱勢力は五国軍を結成して五国戦争を始め、残りの各省は帝国からの独立を宣言してこれに続いた。縁の北洋軍の兵士は帝国政府から報給を一度も受け取っておらず、五国軍に対する積極的な軍事行動をしなかったので、北洋軍は 五国軍よりも優れた訓練を受けて重装備だったにもかかわらず大敗を喫した。円の弱体ぶりと不評ぶりを見て列強は戦争面以外の指示を取りやめた。日本はまず侵攻すると言って脅迫してから円政害を倒すことに傾倒し、闘争の双方が戦争状態であると承認して、日本の民間人が革命派を援助することを容認した。 内外の反対に直面した円は性的に譲歩して即意式を再三延期し3月1日には式典のための予算も削減された円は3月17日に両氏意図訂正取り消しについて審議して3月22日に取り消しを声明した年号貢献は3月23日に廃止され中華民国歴が復活した円は 通算83日間皇帝として君臨した。6月6日の縁の死後、副総統、霊元博士が大総統に就任し、北洋軍閥暗記派の首領団気髄を国務総理に任命して、国会と臨時役法を復活し、国内統一を図るが、不意の争いで対立した。中央政府としての北京政府の権威は大きく、 失墜し、円の訂正の終焉によって中国は軍閥による、拡挙時代に突入した。1917年の長勲伏壁の後、標国賞が相当となると、弾は国会を解散し、新国会を設置しようとした。長勲伏壁事件の際に、日本軍は北京に増援した円は、冷静館を設立し、1915年6月公式の新国家、 中華有立宇宙間を交付した。作詞、マサ、作曲、オーロ。この国家は、園の皇帝在位期間中使用され続けた。国旗は、元の五色旗から、少数民族の満州族の木、モンゴル族の青、ウイグル族の白、チベット族の黒の上に、これらを支配する漢族の赤を、左右対称の十字で描いて強調したものに、改められた。 しかしながら実際には X 型十字盤の旗が一般的に使用された。同様に大統領が皇帝に即位した例。ありがとうございます。